玉城代表との一騎打ちとなる見通しです任期満了に伴う国民民主党の代表選に前原代表代行が出馬することを正式に表明しました前原氏は会見で自民党と対峙する共産党以外の野党勢力を結集し政権交代の実現を目指す考えを示しました日本維新の会や立憲民主党との連携を呼びかける方針です 国民民主党の代表選は来月2日に行われます。